もうパワーが出るところではもうジャクセンスとあのようにあっさり抜けますよね。そうですね。その パワーを持て余しているというような雰囲気も感じますね。あ、そうですか。おっと、こっちはデノンのフェラーリですね。さあ、フェラーリエンジンなんですね。あ、もう、車内まで煙が出てますね。フェラーリエンジン、今年も活躍が期待されているわけなんですけれども、はい、やはり F1 のようにですね、開発が進んでないわけですね、はい、もう主体となっているのはプライベートチームですから、エンジンの基本としてはもう 2年前、3年前のものを使っているわけですからね、はい、当然、まあ、周りのパワー、ビュイックが、そしてマツダがパワーアップしてますので、どうしてもそのチューニングに関しても無理が始まるわけですね、そしてこのように無理が重なってエンジンブローということも起きるわけですね。予選では1位だと早かったんですよね。ですから、その予選というのは、まあ、もう超スプリントですからね、はい、5分10分の中でタイムを出すわけですから、そこはクリアできても耐久性、はい、このイムサの難しいところですね、単純にスピードを出すならばいくらでも出せるわけですね、ところがそれを、まあ、今回の場合500キロレース、それをいかに持続するか、はい、それが問われるわけなんですけれども、今回はこのように序盤にしてリタイアしてしまう、これが、まあ、耐久性をいかに持たせるかというのは今後の課題ですね。そうですね。まだ19番車がフェラーリは残ってますから、そっちに期待がかかるというところではないかと思います。さて、カメラは第3位に落ちてしまった61番車のジャガー、それから第7位の16番車の、ダイソンポルシェ、この2台を捉えています。レギュラーのピットストップではあったわけですけれども、なんか多少のトラブルが61番車にも出たんですかね。そうですね、今一つ先ほどの、はい、序盤の頃の加速が感じられませんね。ああ、そうですか。さて、セカンドブレイクです。今度はですね、日産がなぜ強いかというのをご紹介しようと思います。まあ、なんつってもマシンを作り上げる力が第一ですね、だけれどもこの日産のために働いている人たちのストマック、胃袋のコンディショニングも大切なんだということで、食事その他を担当している人たちをご紹介しています。食事はいつでも温められたものを食べることができるし、まず欲しいものは何でもある、ドライバーが戻ってきて安らげるようにしてもあるし、ディスカッションを充実したものにするように、いろんな工夫が凝らされているというようなことをしゃべってます。技術性良さそうですね。この日産のチームのですね、はい、このようにですね、もうサポートシステムしっかりしてるんですね、もう食事は完璧に揃っている、はい、このあたりもですね、弱小チームではできないことなんですね。でしょうね。もう精神的にドライバーも当然リラックスできますね、それ以上にメカニックもリラックスできるんですね、こういったことがその次の戦いのへのリラックスにつながるわけですね、この人とこの人の奥さんが、担当をして、特に奥さんが料理を作ってるようですけれども、そうですね、もうこのようにホテルのような雰囲気になってますからね、まあ、通常サーキットってうるさいという感じがあるんですけども、それをリラックスさせるためにもう防音効果の整った部屋にドライバー全て、まあ、押し込むというわけじゃないんですけども、そこに送り込んでリラックスさせるわけですね。あの体の大きい外人がああやって余裕を持って座れるんですから、いかにスペースが広いかというのが分かります。さて、レースはちょうど半分を超えたところです。124周のうちの63周を終えて、トップがデイリーの83番車の日産、オッテオルスンのトヨタ、ニューセンのジャガー、コーガンの67番車のバズビーの日産、それからウェインテイラー、ジュンミラーのスパイスの快速車、第5位に入っています。高校サッカーキャッチフレーズ大募集。高校サッカーのイメージって何だろう。青春、汗、輝き、ヒーロー、ときめき、完全燃焼、感動、そして涙。熱い思いをあなたはどんな言葉で伝えますか。宛先はご覧の通りです。プレゼントもありますよ。家づくりは
夢作り。あなたの夢作りをお手伝いします。光陵グループ。やはり即手術ですか？きっと私がします。でも手術は反対です。だから違います。私が責任持ちます。責任を持つって言ったって手術です。また呼吸困難を起こしてます。それよく見ときなさいね。高校サッカーキャッチフレーズ大募集。高校サッカーのイメージって何だろう。青春、汗、輝き、ヒーロー、ときめき、完全燃焼、感動、そして涙。熱い思いをあなたはどんな言葉で伝えますか？宛先はご覧の通りです。プレゼントもありますよ。オートスポーツ編集長熊谷睦美さんの解説でお送りしていますイムサ GTP シリーズ第4戦のロードアトランタ。 GTP と GTP ライトが一緒に走ってます。さあ、画面が捉えているのはこちらは16番車と64番車で、ドライバーウィーバーとテイラー第8位争いというところですね。ダイソンポルシェとシビースパイス。おお、すごい格闘技ですね。さあ、いや今ウィーバーがですねアウトから、はい、まあ、仕掛けたわけなんですけれども、はい、いやちょっと無理しましたね。スピードが高いなと思ったんですけども、こうコーナーのインのクリッピング取るところで接触してしまいました。あ、さ、え、こちらが、こちらは67番車のバズビーの日産ですね。そうですね、車揺すってますね。どうしたんですか？さ、燃料系に何かトラブル出たんでしょうか？はあ、ガソリンがですね、はい、まあ、燃料がエンジンの方に行かないということでタンクを揺するというのは、まあ、よくあることなんですよね、はい、それが出たようですね。今周回数から考えるとそういったトラブルないはずなんですけどね、燃料系何かトラブル出てるんですね。揺する、もうそういう原始的な方法しかないですね。もうタンクの中に残ったガソリンをいかに燃料ポンプのある方にこう揺すってですね、はい、送り込むかなんですけどね。あ、なるほどね。さて83番車日産のピットインであります。